86カスタム紹介 GT ウィング編。やや飯です。今日コメントでリクエストがあったので、この GT ウィング紹介します。 DMAX の A140 というウィングなんですけど、かっこいいですよね。ザ・ GT ウィングって感じ。幅は 1400mm なんで、そんなに大きいわけじゃないんだけど、スピードを出して走ってるときはしっかりダウンフォースを感じます。抑えられてるなーって、これはびっくりするぐらい走りに変化がありましたね。取り付けにはトランクに穴を開ける必要があります。よくあるトランクにね、こう挟むタイプではないから注意ね。Amazon で 23,100 円で売ってました。安い。樹脂製なんで塗装するなり、俺みたいにカーボンシートを貼るなりすると見栄えもアップ。中身はねスカスカしてて軽くていい感じですね。全然関係ないけど、このカーボンシート何年経ってもボロンならなくてすげえやこれ。よく車検通りますかって聞かれるんだけど、86に関してはつけたままでも車幅からはみ出てないので、まあいけるとは思います。他の車種は知らんよ。でもね、六角でこれ簡単に外せるんで、車検の時は外していけばよくねえか。 YouTube で詳しい紹介もしているんで、よかったらそっちも見てみて、チャンネル登録もしてほしい。みんなも車カスタムしようぜ。